これも新しい施設で、あの過去作を遊んでくださっていた方なら覚えてたらいいんですけど、の師匠というお笑い芸人が今回は引退しまして、こういうクラブを経営しています。走りをするとこうやってネタを見せてくれるんですね。唯一で僕はもういつも吹き出してしまうんですけど、笑うもんかと思ってるんだけど笑っちゃう、笑っちゃうんですよね。でこうやってリアクションを教えてもらえると、下画面にこうネタ帳が、はい、結構いろいろ今覚えた。表情わかんないから見えないよ。そのメガネを外さなきゃわからない。なんとなく雰囲気でメガネも買ったし、新しいリアクションも手に入れたので、ちょっと写真を撮っておきます。これはあのソパカ、村民パスカードといって、まあ、身分証明書みたいなのがあるんですけども、そこに貼る写真を撮るっていうのがこの、そうですね、だいたい 3,2,1 の1ぐらいでリアクションを再生するとちょうどいい感じで撮れますね。この長さはリアクションによって違うので、そのあたり自分で、ああいいですね、タイミングを見つけてもらえれば すっごい顔だな。いいですね。